89センチ、78センチ、マイナス10センチ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。頑張っとるけどなかなか痩せん。ほとんどの人がもう足が弱いんですよ。どう考えても足が弱い。なぜかっていうと足が体を動かしてます。上半身は正直動からなくても歩けます。だけど歩くため走るためには足を動かさないといけないんで、足が弱ると代謝が確実に下がるんですね。足が弱っている人の多くが動くことがめんどくさいと感じる。今回はとっておきな3種目、全部5秒、たった5秒です。回数にしても5回、これをね一緒にやっていきましょう。今回のめちゃくちゃいいポイントはステッキングポイントといって、筋肉使うときってどのメニューも一番効く位置っていうのが必ずあります。そこが大切なのに、運動苦手な人はそこを早く通り過ぎる、もしくはそこを通らなくて戻っちゃうっていうことが起きてしまうんです。今回そのステッキングポイントをめちゃくちゃ意識したスクワットになります。とっても簡単じゃないので頑張っていきましょう。男性も女性も痩せたい人は必ずやっていきましょう。まず1種目目はランジです。ランジっていうのは通常足をまっすぐにしてこのままね、このように動くと思いますが、大事な位置はここ、もも水平になった時が一番大事。今回この位置からスタートします。動きがちっちゃいので頑張れるはずです。左右5回ずついきます。手は腰、ここからちょっと上がる、ここで1、2、3、5回動きます。もし辛い人は1回ずつ降りてもいいです。メニューの間に休憩入れてもいいです。5回ずつ行ってみましょう。しっかり前足で床を踏んづける、もも裏を鍛える感じです。行きましょう。スタート。1、2、3、4、5、OK。 反対です。行きましょう。スタート。1、2、しっかり前足大事。1、2、5、よし、 OK。 2種目目です。うんち座りの状態からお尻を上げます。もも水平になったら戻る、これを5回。上がれないよっていう人は膝の上に手をついてもいいです。いきましょう。5回。スタート。1、2、わー結構効く。3、4、体を上げるよりは床を踏む感じで、5、よし、 OK。 結構くるね、これくるね。もう1種目は大きく開いたワイドスクワットの状態で一緒。お尻が上がってもも水平になったら戻る、5回いきましょう。頑張っていこう。スタート。1、大きく、2、3、4、5、 OK。 あー、ちょっとももをね揺らしたりして、これをもう2セットいきましょう。頑張ってランジからいきます。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、 OK。 おー、2セット目効く。それではいきます。スタート。1、2、前足体重、3、4、5、 OK。 よっしゃ。今度はスクワット、2回目きついよって人は膝の上手を置いていきましょう。スタート。1、2、3、4、5、 OK。うわー、キックキック、結構キック。
3種目目ワイドでいきます。いきましょう、スタート。1 2 3 4 5。 OK、 あーキック、すごいキック。さあ、あともう1周です。頑張っていきましょう。3セットやったらね、もうしっかり休んでいいですから。いきますよ、何時からです。いきましょう、あの1 2 3 4 5。 OK、 おーキック、しゃあランジラスト、いきましょう、スタート。1 2 3 4 5。 ももが。ラストスクワット、さあ行きましょう、頑張って、スタート。1 2 3 4 5。 OK、 あー来てる来てる。さあラストワイド、ちょっと足をね広めでいってみましょうか。最後はこれぐらい開いていきましょう、スタート。1 2 3 4 5。 うわー、 OK、 よっしゃー、よく頑張りました皆さん。ちょっとね足開いて膝上をねちょっとね軽くさすったり押さえたりして疲労をね飛ばしましょう。お疲れ様でした。これを目安としては週に2回から3回、2日おきか3日おきにやってください。ご視聴ありがとうございました。